皆さんこんにちは。今回は、この前取り上げた廃遊園地に放置された恐ろしい遊具について、真相がわかりましたのでご紹介します。あれから多くの方々から情報提供をいただき、なんとか真相にたどり着くことができました。ありがとうございます。前回取り上げたのが、この画像になります。廃墟の遊園地で撮影されたと思われる朽ちた遊具の写真です。少しだけ前回の内容をおさらいしましょう。この画像、ネットではよく貼られる有名な画像なのですが、実は、どこで撮影されたものなのかはっきりわかっていない、謎に包まれた画像になっております。日本では、高子沼グリーンランドではないか、という説が濃厚になっております。しかし、廃墟の案内図から察するに、この遊具は置かれていなかった可能性が高いことがわかります。そして海外の有志による調査で、実は世界各地に似たような個体が存在していることが判明しました。ロシアやアメリカの遊園地ではないか、と推察されていましたが、最終的には似たような個体がアフリカにあったことから、アフリカの遊園地で撮影されたものではないか、という結論に至りました。しかし、日本の遊園地である可能性も捨てきれず、前回は真相がわからずに終わりました。今回、多くの方々にご協力いただき、どこの遊園地なのか特定できましたので、紹介します。結論から申しますと、日本の遊園地で撮影されたものだということが判明しました。特定までの流れを見ていきましょう。まず、この画像に映る遊具の特徴ですが、とんがり帽子をかぶっています。これが結構重要で、海外にも同じ個体があるといえど、とんがり帽子をかぶった個体は見つかりませんでした。前回ご紹介したアフリカの遊具も、帽子をかぶっていないんですよね。前回の動画を出した後、すぐにとんがり帽子をかぶった個体が日本の動物園にあるという情報をいくつかいただきました。場所は姫路動物園です。画像がこちら。おそらく今も現役で動いているようです。特徴であるとんがり帽子をかぶっており、おそらくあの遊具と同じ個体であることがわかります。ここで日本説が有力になります。そして、さらに詳しい情報を遊園地好きの方から教えていただきました。まず、例の遊具は日本で芋虫列車と呼ばれており、先ほど申し上げた通り姫路動物園に現存しています。ある遊園地では高子沼グリーンランドにあったダックスに改造されて遊園地に設置されていたこともあったそうです。この遊具、サイズ的に屋上遊園地のような小スペースの場所に多く設置されていたようで、少なくとも蒸気の場所に存在していたとのことです。そして、その中でも近鉄百貨店にかつて存在した遊具が、例のものと完全に一致していたそうです。しかし、近鉄百貨店に存在していたものは屋上に設置されていたもので、画像のものは明らかに屋外のものでした。そのため、どこかに移設された後に打ち捨てられたものである可能性も出てきました。そうだとすれば、日本の比較的小規模な施設の廃墟にあったのでは、と推測できるわけです。しかし、こうなってくると捜索が非常に難しくなり、実際に廃墟サイトを70個ほど調べてくださったそうなのですが、見つからなかったとのことです。この情報をいただいた後、チャンネル投稿にて皆さんにも共有いたしました。そしてコメント欄にて有力な情報をいただきました。まずはこちらの方のコメント。おそらく、北海道の樽前ジョイランド、ではないか、というコメントです。この遊園地、正式には、北海道野生動物公園、というらしく、1975年から1980年代あたりまで運営していたようです。さらに、このようなコメントをいただきました。全く同じものを発見したという情報です。先ほどご紹介したジョイランド樽前の探索動画内に例の遊具らしきものが映っているのです。
見覚えのある黄色い列車が打ち捨てられています。さらに、廃墟サイトにて正面からの写真も発見されました。それがこちら。完全に一致していますね。比較してみましょう。よく見ると錆び方が異なりますが、おそらく廃墟サイトの方は、さらに時間が経ってから撮影されたものだと思われます。遊具の近くに置かれているシートのようなものの場所も一致していますし、よく見るとキノコ型の建物も見えますね。ちなみに探索動画にもキノコ型の建物が映り込んでおりました。こちらも何かの遊具なんですかね。というわけで、例の画像は日本の施設であるジョイランド樽前で撮影されたものであることがわかりました。ここまでの特定に至るまで、多くの方々から情報をいただき、なんとか真相にたどり着くことができました。皆さん、本当にありがとうございました。一部では北朝鮮方面ではないか、という説もあり特定は無理だと思っていました。先ほど、レジャーランド樽前ではないか、というコメントをしてくださった方ですが、北海道旅行に行った際に見た記憶があったそうです。たまたま、そのような方が私の投稿を見てくださっていたということで、なんというかすごい確率ですね。いかがでしたでしょうか。今回の件、いろいろな方の協力がなければ真相は今もわからないままだったかと思います。以前にも、何度か視聴者さんのおかげで解決できたネタもあり、本当に感謝しております。今後も、このような感じで皆さんと一緒に解決できれば良いなと思います。ちなみに、例の画像の出どころについて調べたのですが、そこまではわかりませんでした。おそらく、廃墟サイトに掲載されていたものであるとは思うのですが、少なくとも2005年にはすでに広まっていたので、掲載元は削除されているかもしれませんね。2005年となると、携帯サイトやバウのような画像紹介雑誌に掲載されていた可能性も考えられますね。この画像、海外でも知りたがっている人が多かったので、誰か教えてあげてください。